金曜日午後3時を過ぎました。フライデースピーカーズ第15回田和田敏子の田和田ボ始まりました。三角山放送局の合言葉、一緒にネオ、新しい技術を使ってさらに広げていきたいと思います。テクノロジーで一緒にね、そしてテクノロジーも一緒にね、ゲストをお迎えして様々な新しい挑戦、新しい技術について紹介していきます。この番組の音源、過去の音源はですね、三角山放送局の YouTube チャンネルで公開しています。たくさんの音源があります。動画もアップしています。ぜひチャンネル登録してください。よろしくお願いいたします。番組へのご意見ご感想をお待ちしています。 Twitter でハッシュタグの後に漢字で三角山放送局とつけて書いていただけるとわかります。はい、ノーマップス2021、このイベントがですね、13日から始まっています。8月の放送に続いてノーマップス広報担当の山岸夏子さんと電話がつながっています。お忙しい中ありがとうございます。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速、ノーマップス2021の、はい、まあ、概要について簡単にお話していただけますか。はい、はいはい、まあ、ノーマップス時代からいきますと、はい、まあ、ノーマップスは、まあ、新しい技術アイディアで、はい、まあ、世の中をもっと面白くワクワクするものにしていこうということで、ね、はい、5年前からスタートしているプロジェクト、まあ、大きいプロジェクトなんですけども、はい、まあ、北海道札幌市の、まあ、公共的な役所ですとかですね、ところから企業、団体、あと教育機関なんかも一緒に連携して活動しています。はい、で、今ノーマップス2021という年に1回あるプロジェクトがスタートしておりまして、はい、まあ、フェスティバルがですね、動いておりまして、10月13日から17日までの5日間で、様々なトークセッションですとか、展示、あとイベントなんかを行っております。はい。そして、この参加の仕方ですね。はい。あ、はい。基本的にはですね、すべて、今無料になっておりまして、トークセッションは、アーカイブ、まあ、見逃し配信のみですね、プラス2000円で、チケットを買っていただきますと、11月17日まで、そのトークセッションは見放題ということになっているんですけども、はい、それ以外の、リアルタイムで行われている、YouTube で配信しているものは、いつでも無料で見ることができております。はい。そして、会員制のコミュニティができましたね。あ、そうだ、そうです。ノーマップスファンという、はい、コミュニティを作っておりまして、タワーライフさんにも、一番目かな、はい、一番目で入っていただいてるんですけども、はい、年間でですね、年度区切りなんですけども、1万円で、ノーマップスのそのアーカイブチケットですとか、あと映画祭の方のチケットが付いていたりですね、いろんな情報をお渡ししますよということで、まあ、応援してくれている方を増やしていくのが狙いでございます。はい。まあ、私みたいに個人は1万円ですけど、企業は、はい、まあ、3万円ってことで。そうですね、3万円で。3人分ですね、はい。はい。そうですね、なっております。はい。で、まあ、8月に、ゲストに出ていただいた後、実はもう、はい、コロナの影響で、この三角山放送局も番組が特別編成になっちゃって、はい、私は9月の放送も中心だったんですね。はい、で、8月の放送の時にお伝えしていた、はい、明日のゲームに、これも結局、中心になってしまって、ちょっと残念でしたね。はい。はい。すごく悔しい思いをというか、まあね、今、どこの人もいろんなイベント事業者さん、本当に悔しい思いされてるかと思うんですけども、はい。また来年に向けて、まあ、あと、あれですね、来年になる前に何か仕掛けれたらいいねっていう話はしているので、はい、また、はい、お伝えできることがあったらなと思っております。はいはい、まあただ10月になって、その宣言も解除になって、ノーマップス自身もその体験型のイベントを企画してましたよね。はい、で、実は、そうですね。11日、8日から11日まで、札幌踊り公園の11丁目で、はい、公共空間利活用実証実験、世界一コミュニケーションが誘発される街っていうのが行われて、私も、はい、9日に行ってきたんですけど、高校生たちが本当に中心になって、受付とか説明を行っている姿が、とっても新鮮でしたね。はい、まあ、固い名前の、イベントでしたけど、まあ、市民が、まあ、若い人たちを含めて、大通り公園を気楽に楽しもうという企画で、うん、はい、雰囲気が伝わってきました。はい。はい、そうですね。
そうですね、公共空間っていうところがもっとね、私たちに開かれていくにはどうしたらいいかっていうことを、まあ、実証実験していこうっていうプロジェクトなので、ね、はい、これからも動きがあると思います。はい、それではこれから開催される、体験型のイベントについて、山岸さんから紹介してもらいますけど、はい、まず VR 体験ですね。はい、はい、まあ、10月13日から17日までということで、今いろんな、まあ、催しといいますか、フェスティバルということで行っているんですけども、展示ということで、札幌市民交流プラザの1階の方に NHK さんのブースが今できておりまして、はい、その中で実は VR の体験ができるんですね。はい、1972札幌 VR プロジェクトという、1972年、オリンピックが行われてた、はいはいね、はい、時代の札幌の街を、まあ、VR で体験することができるもので、市民の皆さんから、その1970年代の写真を、募集しまして、その募集した写真をもとに、札幌の駅前通りをですね、再現するというふうなプロジェクトになっておりまして、この間の、体験してきたんですけども、はい、昔、市電が札幌駅前まで走っていたんですよね。はい、そうですね。田原さんは知ってますよ。知ってました。はい。ずっといましたから、はい。はい、あ、そうか。その市電に乗って、すすきのの駅前まで、4丁目の交差点までですね、VR の空間で自然に乗って移動するっていうもので、きっとその当時の方なんかは懐かしい景色が広がってるんだろうなと思いながら体験してきました。はい。じゃあ他ですね、AR の合気道ですね。はい、そうですね。はい、こちらですね、事前に申し込みが必要なんですけども、はい、AR という、現実の空間に、まあ、1枚こうレイヤーを重ねて、そこにはないものを見せるという、まあ、仮想現実を、見せるものなんですけども、はい、ゴーグルをつけると、その合気道をですね、簡単に習得できる。なるほど。というソフトになっておりまして、これをですね、体験してもらえるワークショップがあります。はい。あと、e スポーツ、APEX の、はい、e スポーツのイベントありますよね。そうですね。今日の、20時からなんですけども、はい、APEX Legends っていう世界で、まあ、1億人以上が参加している、まあ、バトルシューティングバトルロワイヤルゲームですね、はい、これをですね、ノーマップスカップっていうのを今日20時から行う予定になっておりまして、はい、こちらオンラインで、YouTube で見ることができます。はい、ありがとうございます。で、札幌国際短編映画祭も、開かれますけども、まあ実はこれについては、はい、来月も紹介するんですけども、はい、ありがとうございます。簡単に、概要をお願いします。はい、札幌国際短編映画祭は、30分以下の、ね、短編映画、ショートフィルムを、世界中から応募しまして、その中から100作品ぐらいをですね、セレクトして、皆さんにお見せするというものになっておりまして、来月の11月12日から12月5日まで、オンラインで、上映しております。はい、こちらは、1チケットと言いますか、期間中見放題のチケットで2800円で。そうですね、パスポートですね。はい。はい、そうですね、販売をしております。あと、特別上映会ってことで、その、会場でやるやつもありますよね。そうですね、3日間だけなんですけども、はい、11月19日から21日まで、札幌市民交流プラザ3階のクリエイティブスタジオの方で、リアルの上映会を行う予定になっております。はい、これは、まだチケット販売してないので、販売し次第。はい、多分、はい、ご案内いたします。1500円ですね。はい。はい。はい。ということで、まあ、コロナの状況でね、とっても映画界全体が大きな影響を受けたんですけども、その中でやっぱり時代を反映して、はい、ちょっと新しい作品が生まれているということで、まあ、今回も非常に多彩な作品に出会いますよね。はい、そうですね。まあ、そういうことで、たくさん話したいんですけど、この映画祭については、来月の番組で、はい、詳しく紹介したいと思います。はい、では、ここで一曲、今日はですね、今日10月15日、なんとですね、リチャード・カーペンター、75歳の誕生日ですね。で、今日はですね、カーペンターズの曲をお届けしたいと思います。Please, Mr. Postman。お聞きください。Stay tuned for more Friday Speakers。ノーマップス広報担当の山岸さんと電話がつながっています。
カンファレンスですね。これは13日から始まってますけども、まあ、はい、最初の基調講演、マサチューセッツ工科大学のメディアラボ、石井博キーノート、水戸法連山。これはですね、とっても熱いメッセージでしたね。タンジブルビットという、独創的なビジョンに基づく、その研究成果を背景にした言葉がですね、圧倒的な力を出すと思っていましたね。まあ、山に登るんじゃなくて、はい、新しい山を作り出すという、この、増産力。この概念、はい、胸に響きました。本当に、濃密な、基調講演でしたね。それから、はい、真鍋淑郎さんのノーベル物理学賞受賞の記念、はい、企画ですね。教えて、はい、山中先生、気候モデルって何ってやつ。はい、これ山岸さんが聞き手になって、はい、北大の中山や、安弘さん、ねはいに質問していくという形なんですけど、なんか、はい、本当にこの気候モデルっていうのが、とてもわかりやすくて、はい、よかったです。はい。で、最後に地球温暖化の問題につなげて、はい、まあ、石井さんの基調講演でも出てた、アラン・ケイの言葉、未来を予測する最善の方法は、それを発明することだっていうことにこう引用して、はい、ノーマップスの目指している方向とこう重なるという、まあ、素晴らしい、はい、まとめでした。はい。うまくいきすぎましたね。その他の行動もですね、たくさん聞いたんですけども、はい、地域モビリティですとか、フードロスとか、はい、企業支援ですとか、はい、自然再生エネルギーですとか、はい、XR なんか、それぞれ当事者が具体的な事例をもとにして話してくれてるので、とてもわかりやすかったですし、はい、前向きな気持ちになりました。はい。ということで、今夜からこれから開催する、カンファレンスについて、はい、紹介してください。まず、さっき出た e スポーツのビジネスね。これですね。そうですね。はい。はい。先ほど、エイペックスレジェンズっていう、はい、新しい、オンラインゲームが今話題になっているんですけども、はいはい、これ単純に、ゲームでしょっていうふうに見るだけじゃなくてですね、実はビジネスとしても、今すごい可能性があるということで、はい、まあ、IT 業界から見た e スポーツビジネスの可能性についてというセッションが、今日の夜あります。そうですね。で、これも、単純に今言ったようなゲームっていう話ではなくて、まあ、コロナ禍でなかなかいろんな人とコミュニケーションが取れなくなっている、そうですよね、はい、現在、コミュニケーションツールとしても、可能性があるということの話についても聞けると思うので、ゲームとこう、侮る流れといいますか、ゲームの可能性というのも感じていただけるんじゃないかなと思います。この e スポーツっていうのは結構前から言われてるけど、やっと盛り上がってきたなっていう感じがしますね。うん、はい。そうですね。やっぱり年齢も体格差も性別も関係なく、はい。こう、同じ条件でできるっていうのがまたいいところなんだろうなと思っております。そうですね。それから、映画祭の話をしましたけど、はい、映画祭と連動したカンファレンス、はい、開かれますよね。そうですね。感性でつかむ SDGs、映像アニメーションが持つ可能性ということで、これも私が今回仕込んだセ、はい、ッションなんですけども。16日の夜ですね。はい。はい、そうです。16日の夜に、あるんですが、まあ、先ほどもね、映画祭でいろんな、こう、世界のいろんなアニメーション、いろんな映画を集めて上映しますよと話しましたが、今問題になっている SDGs とか環境問題とか人権、はい、あとジェンダーとかいろんな問題っていうのがその映像の中に現れていたりして、なかなか自分ごとになりにくい SDGs っていうのを、感性から考えてみるっていうのはどうだろうということで、新千歳空港国際アニメーション映画祭のチーフディレクターの小野さんと、そして札幌国際短編映画祭の、マネージャーかなの本間さんと、RCE という、SDGs を考えて活動されている、事務局長の有坂さんと3人で、お話ししていただきました。RCE というのは、教育に関するやつですね。そうですね。どうやって SDGs を、広くみんなが、まあ、自分ごとにしてくれるか、そのための、まあ、教育って言ったら上からですけども、広く知らしめていくために何ができるかっていうのを考えている、人たちで、国連大学が、承認していて、世界に百何十団体あるっていう、結構しっかりした団体ですね。はい。まあ、SDGs に限らず、私毎年、この映画祭見てて、様々な文化とか、はい、様々な価値観とか、うん、様々な世界観とか、そういうものを感じることができるので、はい、
あの、感性というよりは、なんか、こう、世界を知るっていうか、その、新しい、生き方とか、あの、価値観を知るっていうことから、はい、その、自分を問い直して、はい、その、SDGs に繋がっていくみたいなところがあると思うんで、はい、とても、ね、あの、可能性があると思うんです。あの、短編なので、たくさん見れるので、そうですね。うん。あと、アニメーションもですね、その、はい、最近はすごい社会的なテーマのアニメーションが多くて、うん、そういうものも、はい、あの、面白いですね。そうですね、まあ。単にドキュメンタリーだけじゃなくて、本当にあの、普通の、作品の中に込められている、はい、いろんな、うん、あの、問題が、そうですね。なんか、こう、説教臭くないというか、見ている中で、そうですね。考えさせられたり、まあ、その、トークの中でも言って、いるのは、いろんな視点が得られるよね、はいはい、っていう話が、出ていましたね。はい。で、まあ、新千歳空港の国際アニメーションっていうのが、はい、映画祭もですね、実は、はい、11月の5日から8日までが、はい、空港開催ですね。ですね。で、オンラインが、はい、少しずれて、11月9日から19日、はい、まあ、短編映画祭とちょっと被るんですけど、はい、そうなんです。そんな形で、開催されるので、まあ私も、はい、頑張ってみたいと思ってますけど。はい。はい。聞いてください。ということで、私自身はですね、今夜の、7時半からのカンファレンスに注目してるんですよね。はい、オープンデータとオープンソースを、活用して、市民が社会、課題に取り組む、シビックテックと、それからデータジャーナリズムっていうものを取り上げている、ジャーナリズムとシビックテックから見た、はい、オープンデータの未来っていうやつなんですけど。はい。まあ、実は昨年のノマプスで、オードリー・タンさんと一緒に、セッションに出た、古川康人、はい。コード・フォー・ジャパンのフェローですね。さんと、それから、西日本新聞社ですとか、グーグルを経て、今年 NHK に入った井上直樹、チーフディレクター。この二人が、はい、多分、自治体とか市民とかマスコミがどうやって連携していくのか、協力していくのかっていうような話を、うん、オープンデータをもとにして、話せると思うので、はい、とっても期待してます。それから、はい、ですね、17日午前10時からのスタートアップコミュニティのスプレッドが主催するアイデアソンですね、プラットを使うことで生まれるサービスとはということで、はい、まあこれは実は、ブルームも協力してるんですけど、このプラトっていうのは国土交通省が、公開しているその全国の 3D 都市モデルなんですね。札幌も含まれてるんですけど、これがなんとですね、オープンデータで公開してて、誰もが自由に使って、もちろん商用も含めて使って、いろんなことができるっていう、本当に画期的なサービスなんで、これについて、うん、まあ、取り上げて、それで、アイデアソンなんで、どんなアイデアが、誕生するのかっていうことが、とても楽しみです。はい。はい。まあ、その他、本当に多彩なカンファレンスがありますよね。そうですね。幅広いのがノーマップスらしいところですね。今年もそうなんですけど、まあ、詳しくはホームページなどですね。はい。たくさん情報が載ってるので、これを見ていただきたいというふうに思いますね。はい。ぜひぜひ。まあ、期間中で本当にお忙しいのか、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。こちらこそ。教育関係のカンファレンスについては、登壇者の方にゲストで出ていただいて、はい、後半で、紹介していきます。はい、ということで、お忙しい中ありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。はい。はい。では、ここで一曲。今日は、リチャード・カーペンターの75歳の誕生日ということで、カーペンターズの曲をお届けします。Yesterday, once more. お聴きください。